みなさんこんにちは、四条美佐子と伊達あずみです。ラストクエスチョン、桃井みすずさん、イエーイ、どうもこんにちは。ラストクエスチョンの桃井みすずです。これでございます。バーン、すごいね。めっちゃ広いじゃん。そうなのよ。ちなみにちっちゃいな小情報、美佐子そこでバイトしてた。めっちゃ小情報じゃん。小情報どれ、なんかいろいろあるけど、どれ、あの下、そう、地下サムタイムっていうね、ジャズバーで。ジャズバー、そう、サムタイム、すごいね。毎日いろんなプロの方がね演奏しているサムタイム、まあスクラップのスタッフさんたちはソメタイムってずっと言ってましたけど、ソメタイム、ちょっと小ネタみたいな。はい、はい、ではこれだけだね。このステッカーシートがね、超可愛いんですよ。可愛いのがね、エニグマくん。可愛いですね。そう、エニグマくんはね、そう、吉祥寺だから、ツアーのってた、そう、増えてるかが分かればいい。取れてなぁ、残り3パーしかないけど。あんた、あんた、なんで前日からちゃんと準備しないの。ちょっと思ってて落ちました。3パーしかなかったら、もう今オープニングの5の部分だよ。昨日ちゃんと充電して説教中です。で、さっきはあの一瞬70パーって見えたから、あ、大丈夫。三姉妹恒例の、これがラボの恒例電池交換でございます。あとラボが恒例、伊達さんが美佐子に説教する。あ、そうですね、恒例、そうね、恒例、これすごいね。先輩っていう伊達さんが、おかしいな、常識みたいな。先輩とはね、ちょいちょいやってるから。台湾でもちょいちょい聞いて。先輩がやってる間にちょっと一瞬ぐるっとさせて一瞬しますか。あ、シャルロッテもありますね。これは持ってます。あ、ガッツゲームやってないのに持ってます。これボードゲーム、そうね、そうね、カードゲーム、そう、これ楽しかったですよ。全然来てないんですけど、カードゲーム一時期ね、販売して手に入らなかった時もあったもんね。そうなんですか。懐かしいね、ここ再演されてね、シャルロッテやります、ここでやってますね。ここにもラジオ放送局とか、これあれじゃない、大阪、あの、あれだ、博多の、そう、そっちの方の。そして、ささやかなクリスマス。そう、クリスマスだね。これ何ですか。パソコン、知らない。全て英語だって。ハマーさんがいるからダメだ。いいじゃん、ハマーさんがいる。これ買って帰るかな。すごい、絶対もうちょっと1ページ目開いた瞬間閉じるパターンですよ。あ、ダメです、その閉じ。そんなあれじゃ難しい感じじゃないんだよね。絶対やめない。あ、サコッシュ、え、サコッシュ売ってるんだ。サコッシュはずっとあるよ。え、かわいい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 。いわゆるスクラップのこうクリップボードが入るサイズに作れてる。あ、素晴らしい、ね、素晴らしいね。画像もついてるね。へー、さあ、ええやん。ということで、はい、もうそろそろ最初のゲームに向かわないといけないんですよ。始まってる？早い。行きますか、じゃあ。はい。今日最初何やるか知ってます？なんだっけ、存じ上げないですけど。ね、確認しますね。確認するの？それスムーズ出てこないの、美佐子さん。美佐子。あ、さっきモモイが言ってた絶望テレビです。あ、やったー。行きましょう、行きましょう。神田さんコラボの。すぐ行ける感じ。1回で受け付けするのかな？1回で受け付けするのかな？めちゃくちゃ楽しんでる。こっちにもね、いろいろ今この場をめちゃくちゃ楽しんでる、ね、私が学生だったこういうところで働きたいって思う。そう、あのさ、うん、我々の学生時代にこういうところ欲しかったよね。欲しかった。私マクドナルドでバイトしてた。そうなの、うん、マックでバイトしてた。そう、ポテト上がった時の BGM だ。14時にはいた方がいいんじゃないですか。10分前ぐらい。10分前とか、うん、で大丈夫大丈夫。コロコロポテト食べた。じゃあこっち行ってみよう。うん、いいよ。サンロード、いや、あれ今日、あ、レイやってんだ今日。やってんじゃん。でもさ、ある。美味しそう。ごめんなさい。あ、ご飯はうまいよ。このサムタイムで演奏できるって本当ステータスなんですよ。先輩がもっといい。いや、ジャズはちょっと。ジャズいいと思う。私はできない。私はできないよ。お腹すいた。ネギシ行こう、ネギシ。ネギシ、ネギシ。ネギシ、日高屋行きましょう。日高屋でもいいよ。沼、日高屋あります。ネギシ行こうよ。
おひつやでおひつやそうなんだよ、なんかいろいろあるんだよね。おひつやかネギシがいいなネギ汁麦飯このあたりネギシだったらもうここもうね、たくさんの気持ちネギシなんだけどおしゃれとはネギシ、うまいじゃん。うまいよ。でもおひつやでもいいよ。おひつやほら、こういう刀とかな。あおひつやにする。でも30分ぐらい。そんなかかんない気がするけど。私もそんなかかんない気がする。じゃあ、おひつ。うん、おひつや。うん、かまにくいてー。わかります。もう一個頼んで、ハンバーグとかシェア。そうするか。みたいな人も飲める。先輩何食いたい？優しいやつ。優しいやつ。チキン南蛮2で。え、チキン、なんかバラバラにしてシェアしようっていうか。ああ、そうなんだ。辛いのダメだろ。あ、でも私のこと消しなくていい。そんなこともないよ。ああ、がなかったんだ、はい、ありがとう、先に。でも納豆がダメだからついに覚えたいやそう、納豆ダメだからさ。卵焼き、卵何味？2つ頼んで。プレーンは発生したくないですか？いいね。チーズもうまい。フレンチーズ塗ってます。チキン南蛮定食と、はい、南蛮定食が一つ。そこの玉カツ定食と、はい、カツタマ定食が一つ。和風のシャンバーグ一つ。はい、和風のシャンバーグ一つ。あと、卵焼きの、はい、何がいい？プレーン。プレーンと、はい、卵とじカツにしたなと思ってた。そうだよね。卵だなと思って。なるほど。卵卵卵そうそうそう。卵大好きになる。次が、沈没船。沈没船だ。沈没船です。二人チャレンジだ。そうなんです。どうやって決める？グッパーです。かなりね、3番目。グッパーして、一人になったらカメラが来る。あ、ねカメラも入らない。あ、じゃあ自分で置いてやるしかない。そうそうそう。だから最初2人って思って。あ、いいんじゃないですか。あ、そういるの。そしたら2人でやってもらおうかな。オッケー。じゃあいい感じで押さえて。多分私中に入らず、ちょっとね、向こう側、反対側どうだったの。だからちょうどこれが置けるぐらいの上が空いてるところはあるから1個は置くんじゃん。今みたいに間がそこまで空いてなかったら、一応サンロード横にあるからいろいろできるし、向かいサブウェイだし、ね、いいし、間 3,4 時間空いたら反対側全然足伸ばせんなって思ってる。あんなもありましたね。うん、山下公園の方。吉祥寺って何がある？本来なんかある程度何でも揃ってた街。若者ってどの若者を指してるかわからない。20代じゃない。20代か。10代はいなくないですか？10代はみんな原宿とか渋谷行っちゃうから。青年ではない若者。青年ではない若者。何？なんか誰？大学卒業したぐらいの。ああ、なるほど。まあ若者。確かに青年ではない若者。そう、大学ぐらいの。なんだろう、何してる人が多いんだろうな、学生でも。なんかさ、上京してきてさ、一応なんか住みたい街なんていうのがさ、センチじゃん。ほら。芸術デザイナー志望とか住んでるって言いたいやつが住んでるみたいな。もう肩書きじゃないですか。あ、吉祥寺ですみたいな。マジでちょっとなんかマウント取ってく感じ。あ、でも自分吉祥寺なんで。うわ、確かに川口なんでってはちょっと言いたくない。川口もそんな悪くないの。川口そんな悪くないものの街だし、なんかね、ちょっと遠いイメージがある。遠いよね、遠いね。吉祥寺もまあまあ新宿から離れてるけどね。まあ、渋谷新宿どっちも来れるから交通はいいんじゃないですか。言って来やすいのか。うん、そうか、両方一本か。吉祥寺な、なんか私いつも行きたいなんか肉屋さんのメンチカツ屋があって、うん、すげえ並ぶっていうところを行きたいなって思って、でも行列並びたくないから行けないっていうのを繰り返してる印象しかない、うん、吉祥寺の印象じゃなくて、ただ肉屋の印象じゃないですか。もう有名らしいよ、メンチカツ。メンチカツあれ聞いたことある。聞いたことある。多分有名だ。それしか
か印象ない。私こっち側にそのバイトがあったから、ね、そうサムタイムに行くのにはこっち側来てたけど、あとはなんか稲越さん公園側の方が何があるか分かる。なんか古着屋さんあったりとかカフェあったりとか、そうそうそう、こっち分かる。八王子って近いですね。いや結構先よ、私吉祥寺と八王子混ざるんですよ。え漢字3文字じゃなくて字で終わるからっていう吉祥寺だいたいこの辺かなみたいな。子供のこと寺となんかちょっと違う、まあ、ここちなみに区ではないですからね。違う、吉祥寺って住所だと何になるの？武蔵野市です。あ、そうなんだ。めちゃくちゃ区っぽいさ顔してんじゃん。顔くずらしてるじゃん、なんかめちゃくちゃ武蔵野市です、吉祥寺は。そうだ、世田谷区感出してくるみたいな。あ、そうなんだ。23区内、うん、で、隣が三鷹、うん、で、三鷹隣が各分、うん、あ、立川はその隣です。そっから日野市八王子です。遠くない？遠い。え、八王子ってでも相模原線通ってますよね、相鉄。うん、通ってる。横浜の方からすると相鉄線の先が八王子だからなんか近く感じるんですよ。ほら、こう上がってるからね。そっか、ダメだ。だから解いた謎を解決してって言われたらできる。なるほどね、うん、解決してくれたら教えて。私あの夜の遊園地からの脱出でこの子置いてかれた記憶ありますよ。あれね、新潟でしか放送されてないの。そんな限定的なことある、うん、そう、